私はお嬢様のメイド長ですから。これはコーマ人。なぜコーマ人はあの時確かに何か楽しいことがあったみたいじゃ。あなたのお嬢様が思いつきで。昨夜だったらもう少し早く来るかと思ったけど。奇遇だねって。そうだな。サクヤさん。あれ、マジュリー様。レミーが。お嬢様が、お嬢様がどうしたのです。妹様、おやめください。どうしたの、サクヤ。私、ずっと暇だったの。ねえ、こいつ殺して。殺していいよね。とにかく、追いつくのすっごく大変だったんだから。そんなことはさせないよ。私だって、ラウ様の役に立つんだから。ところに連れて行ってあげよう。何がおかしい。こうして強大な力が集まってくる。興味もないし、教えるつもりもない。だいたい察しはついているはずでしょ。ではせめて桜にお水をあげてくださいね。真っ赤な、真っ赤な、きれいな水を。止まる。よっ。口づけは